はい、お疲れ様です。ユータ14です。今回はタウンホール12の方を見ていこうと思います。少しね、面白いようなアタックがあったのと、まあ、NDL でね、全部で7個かな？7対7のタウンホール12があるんですが、そのうち5個が埋まったので、まあ、今回はこの5本を見ていこうと思います。まあ、その中でもね、面白いアタックがあったので見ていこうと思います。まあ、1本目こちらですね。ヒーラーが7体いるというのと、普通のアタックと違うのが、まあ、いわゆる、まあ、クイヒーボーラーペッカなんですが、今回クイーンを捨てていくんですよね。まあ、防衛がね、ラバなんで、クイーンは中に入れていかないと。その代わり、まあ、クイーンをね、捨てていくんですが、その使い方がすごく面白いので、見ていきましょう。まあ、余力で言うとかなりギリギリのアタックではあるんですが、考え方の発想というか、その辺はね、すごく面白かったので、すごく参考になるアタックだと思います。まずはね、ペッカとキングで縮めていきながら、もうヒーラー7体全部つけたの。すごいな。まあ、多分、まあ、クイヒーとかをね、持ってって歩かせるっていうわけではないので、まあ、レイジを外に使わないでもいきなりね、ペッカも2ヒーラーがついてスイッチの概念がないのでね、まあ、絶対本体にヒーラーがくっつくと。で、2ジャンプ。トーンはちょっと遅れましたね。トームが遅れたの、ああ、そのせいでこんなギリギリなのか。で、ここでクイーンを外で使っていって、この対空砲とかね、この辺を狙っていきます。そうすることでこのマルチ IT が裸になるんですよね。で、逆サイドはボマーを流していって、この辺は普通のボーラーペッカと一緒ですね。で、クロークで追っていったのを見て、このマルチ IT に対してベビドラを刺していくと。この辺、まあ、秘書権なんでね、多分、ホーミングがないのを確認済みで、いきなり出してるんだと思います。まあ、ちょっとね、トームが遅れてしまってるので、まあ、その辺、中央部分の戦力っていうのがかなり落ちてしまってはいるんですが、ちょっと早送り。で、ぐる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 回って、前回と。まあ、本当にギリギリではあるんですが、まあ、考え方としてはすごく面白いアタックだったんじゃないかなと思います。はい。まあ、なかなかね、見ないようなタイプの崩し方。もうボーラーペッカっぽくないようなアタックでしたね。で、続いてもクイヒーホグなんですが、クイヒーホグもね、2本ほど面白いのがありました。まあ、今回は、まあ、クエイクを使ってタウンホールを起動させていくようなタイプのクイヒーホールですね。で、バスターを使ってしまうので、ここで、まあ、ボマーで後からタウンホールを落とすっていうようなことはできなくて、まあ、その代わりにね、まあ、確実にクエイクで途中でタウンホールを起動してあげて、まあ、フリーズを固めてあげて、まあ、トーンを合わせると。まあ、なので、このバスターパッドで使えるのはレイジン2枚のみですね。と、ポイズンですね。まあ、それだけでいいようなこの区画、このクロスボウ4本とイーグル砲とクイーン、まあ、ここだけ壊せればいいよっていうような流れですね。まあ、ここを逆に言えばバスターとレイジン2発で突破してあげないといけません。テクロンク、まあ、ちょっとここ壊せる、クイーン殺せるかちょっと怪しかったんですが、反応してくれなくてね。で、ようやく対応してくれると。で、ここ本当はね、このクロスボウ打ってくれるんじゃないかなって思って見てたら、なんとこっちに三タゲを取って殴ってくれると。殴ってくれるっておかしいな。こいつだろ？こいつかな？この三タゲかな？まあ、しょうがないので、ホープを始めていくと。まあ、まずはね、マルチ IT もかかってるので、ヒールでまずかけつつ、ここでクエイブフリーズ。で、トルネマガロでしっかり見極めたいかなと思う。で、クイーンに関してはね、このクロスボウが壊せなかったおかげで、おかげでというか、まあ、そのせいで、死んでしまうんですが、ヒーラーがここからスイッチしていきます。で、ボムターと巨爆のある位置でヒールを買っていくと。で、まだヒールが1本あるんですね。まあ、ヒーラーも映ってるんで、まあ、リックス系がかなり多いんですが、まあ、それでも余裕のあるアタックになりました。このクロスボウとかがね、壊せなかったのちょっと想定外ではあったんですが、
北陸で、うん、50% は超えないだろうなっていうようなルートの区域北でもね、まあ、レイジを抑えてあげて逆にクイックとかを組み込んであげることで、まあ、クイヒーホグを無理やりやっていくようなのがありかなと思いました。うん、まあ、クイヒーディガーを選びがちですよね、装備バイだと。まあ、なんですが、そこをクイックを使うことでクイヒーディガーを無理やりやっていこうというような流れですね。こっちかな。で、続いてももしこっちだね。今度はよく最近流行りのホグラッシュですね。スケルトン2発でクイーンを処理するタイプのホグラッシュなんですが、今回はクイヒーホグでそれをやっていくと。その代わりにね、クイヒーに使える呪文がレイジ一発のみなんですよ。まあ、この辺がちょっと難しいところではありますね。まあ、どんな配置にでもできるというわけではないんですが、バスターと、もうレイジ一発のみでクイーンを見ていきます。HP もね、かなりギリギリなんですが、まあ、レイジが一発しかないのでね、もう完全に絶対に必要なところ以外打たないと。これはね、タウンホールの破壊と援軍処理のところにレイジを一発使っていくっていうようなイメージだと思います。バスターの中身はペッカーリコで、ホールが壊せればね、一番良かったんですが、キングがね、いるのでね、キングにペッカーはスイッチしちゃったみたいですね。でもすかさずホグを展開していきつつ、まあ、ここはね結構多めに出してあげなきゃいけないですね。で中心部スケルトンに圧と。でここフリーズをね使えないんですよ、ホグラッシュ系と違って。なのでボムタワーだったりマルチ IT が近くにある配置に対してはちょっと難しいかもしれないですね。本当はここでトーム打ってあげて、もうスケルトンとかにかかるように打ってあげればよかったと思うんですが、まあ、そんなの関係なく普通にスケルトンが処理できましたね。で、クイーンに関してはね、さすがにね、レイジ一発のみだったので、まあ、落ちてしまうんですが、ここからクイヒー、じゃないや。スケルトンヒーバーになっちゃったな。まあ、ホグにスイッチしてくれればベストなんですが、多分、後々映るんじゃないかな。で、ここでトームかな？トームですね。で、ここでホグに移っていくと。ここもね、もう完全にレイジ1枚とバスターズしか使ってないんですが、それで取れた量に関してはかなり美味しい量が取れてますよね。レイジ1発しか使ってないんだって。この量レイ、うん、クイーン死んじゃってもいいからレイジ1発のみで飲み切れるならば全然ありですね。まあ、スーサイドに近いような、で、まあ、結構広いイーグルとかの部屋にクイーンをスケルトンで処理していくと、まあ、なかなか面白い発想じゃなかったかな。あんまり他の動画とかでは見たことのないようなアタックが続いてるかなと思います。はい、で次はアサツですね。まあ、これはもうありきたりのクイヒーボーラペッカなんで結構早めに行きますね。まあ、キングを投げてバスターではなく、クイーンを多分中に入れていきたいんだけど、揃えていきます。はーい、見ていけ。うおーい、展開です。さすがですね。はい、というわけで前回でしたガーサス、うまいですねやっぱり。はい、で続いてはラスト星6アタックです。これはねナゾリって言ってました。うん、ていうかナゾリ見ました、3本ぐらいあったかな。まあちょっとねヒーローの動き方が変わったり、ちょっと茜式の部分でクイーンが殺せなかったりと、まあちょっとギリギリ変な、いろいろちょっといろんなパターンがありました。はい、でまずはキングで流していって、このウィズトのところは泣けですね。このマルチ IT とかを処理していきます。まあ、この辺はねなぞり通りなのでちょっと早めていきつつ、はいはい、
ここで対空フォトがしっかり折れるのが大事ですね。で、ここね、イーグル砲が取られちゃうんですよ。ドッキングがね、こっちに部屋に入ってきてくれたおかげで、このグリーンだけでね、水塔まで伸びてました。これはかなり大きいですね。では、ガネ式。なかなかね、伸びなくて、結構強気のクローンみたいな感じになりましたが、まあ、ここでなんとかクイーンにタギを取ってくれて、と思ったらずれたぞ。ん？あ、なんかずれましたね。おほ、まあなんとか処理ができましたと。で、ここからラバルと。ソラスケもライトニングで壊れていくと。まあ、これ結構運は良かったように見えますね。うん。まあただ、一人目の人がもうすでに 99% だったんですよ。クイーンが殺せなくて99だったのかな、確か。まあなので、まあ謎りとはいえ、まあ、かなり安定感のあるアタックだったかなと思います。1本目から、うん、で残ったところにヘッドを1つかけてあげて、まあ前回とロコルコ白カアタックですね。まあ結構よ残ったし、うん、まあ、イーグル砲がね、ヒールパートで折れたっていうのはかなり特大アドバンテージなんですが、まあ、それでもいいアタックだったかなと思います。というわけで。まあ、なかなか面白いアタックが続いたと思います。うん。まあ、いわゆるテンプレ的なアタック、編成ではあるんですが、テンプレ的なアタックではないと。まあ、いろんな使い方で面白いアタックが増えてきて、まあ、タンホール12の幅も広がってるなと感じます。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。さよなら。